GT-R のカットモデル PM プラットフォームとは、日産自動車の日産 GT-R 専用のプラットフォームの名称である。PM パッケージが採用されているためこの名称となったが、PM とはプレミアムミッドシップの略である。2012年12月時点では、GT-R 専用のプラットフォームであるが、将来のカーエンジニアリングの指標となるべくあらかじめ、 汎用的に設計されており、セダンや SUV への転用、およびハイブリッドシステムの搭載も可能である。このパッケージングは、FM パッケージ開発時にはすでに GT-R の開発責任者となった水野和都氏により構想されており、2003年秋の GT-R 開発プロジェクト発動時にこのパッケージングが採用されることが決定された。 エンジンを前方に配置し、デュアルクラッチトランスミッションをリアデフと一体化してトランスアクスルを取り、さらにトランスファーも車両後方に配置することにより、前後重量配分を最適化し、前後かから54から47とした。なお、前後重量配分が50、50となっていないのは、動的な重量バランスを考慮したためで、実際加速。 減速時には、荷重バランスが変動するため、必ずしも50、50が理想とされるわけではない。前後重量配分を改善するのと同時に、リアアクスル付近に重量物を配置することによって、旋回時にタイヤに強い設置荷重を与えられる。なお、トランスアクスルに発生する歓声を、後輪の設置荷重に転嫁するために、トランスアクスルを扁平にし、 相当低い位置に搭載している。また、このプラットフォームは、一般トランスアクスルレイアウトとは異なり、エンジンとトランスミッションをつなぐトルクチューブがなく、プロペラシャフトのみで連結される、独立型トランスアクスル構造を取り、アテーサイ ETS4 輪駆動システムと組み合わせた、ことにより、世界初の独立型トランスアクスル4、WD 構造としている。 4WD 構造となるため、エンジンとトランスミッションをつなぐプロペラシャフトに加え、トランスファーとフロントデフをつなぐプロペラシャフトが存在する構造となる。前者のプロペラシャフトは、Z33 型フェアレディ Z などで、すでに実績のあったカーボンファイバー製のプロペラシャフトが採用され、これがこの特徴的なレイアウトを実現させるようになった。クラッチを 後部のトランスワクスル内に内蔵している。関係上、エンジン回転時は常にプロペラシャフトが回転し、プロペラシャフトのエンジン回転の完成物となるため、完成の少ない軽量プロペラシャフトでなければこの、レイアウトは実現し得なかった。また、前述のように、トルクチューブを省いたことによって、軽量化と振動の低減が可能になっている。 プレミアムミッドシップパッケージの採用により、エンジン後方にトランスミッションがなくなり、エンジンを冷却した空気は、センタートンネル内を通り、トランスアクスルを冷却後、リアディフューザー付近から排出するというエアフローが実現した。それにより、パワーユニットパワートレインの冷却にも利点が生まれた。冷却用のエアフローとアンダーフロアのエアフローを、ほぼ分離することにより、 冷却性能を犠牲にせずアンダーフロアをフラットにでき、空気抵抗の低減と強力なダウンフォースの発生にも寄与した。他の利点としては、大型のトランスミッションを前席の足元付近に搭載する必要がなくなり、ドライバーの位置を適切に決定することが可能になる点などが挙げられる。なお、プレミアムミッドシップパッケージのレイアウトは、 GT-R の発売前から特許が出願されていた。ありがとうございます。